好きな方言ありますか？はい、チームゴクル。愛情を持って育てればちゃんとそれに応えてくれる。ハイタイ、今日のうまんちワードはこちら。ある警戒区域に指定されている場所が県内だけでも1060カ所もあります。緑の自然豊かな沖縄ですが、その一方で様々な危険も潜んでいるんです。日本の国土は全体の7割を山岳地帯が占め、流れの急な河川が多いのが特徴です。雨の量も多く、また地震や活火山の影響などによって全国で毎年平均1000件を超える土砂災害が発生しています。土砂災害とは主にこれらの現象を指します。谷に溜まった土砂が雨や川の水とともに一気に流れ出す土石流。斜面の上にある土の塊が地下水などの影響で大きく動き出す地滑り。水分を多く含んだ急斜面が突然崩れ落ちる崖崩れ。こうした人々の暮らしや生命に危害を及ぼす恐れがある土砂災害警戒区域は全国で41万8201カ所に上り、そのうち沖縄県内だけで1060カ所が指定されています。県海岸防災課の許田さんにお話を伺います。許田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。土砂災害の危険はいつも私たちの身近にあるということですよね？その通りです。県内でも毎年のように各地で土砂災害が発生しています。梅雨前線や台風の影響もちろんですが、最近ではゲリラ豪雨と呼ばれる集中豪雨も多く発生しています。環境の変化とともにより注意が必要となるわけですね。そうですね。そうした雨のシーズンに向けて毎年6月を土砂災害防止月間と定めて、土砂災害の未然防止について全国各地で様々な取り組みが行われています。県内ではどのようなことが行われているんですか？はい、期間中は各地で住民避難訓練が行われるほか、パネル展示や小中学生を対象とした絵画作文の募集などを通して土砂災害について関心を深めていただけるよう取り組んでおります。また県民の皆様に日頃の備えと早めの避難の大切さを呼びかけています。日頃の備えと早めの避難ですか？はい、お住まいの場所が土砂災害警戒区域に該当しているか、またいざという時の避難場所や経路も確認してください。そして大雨の際にはテレビ、ラジオ、インターネットなどで土砂災害警戒情報に注意してください。警戒情報が発表された場合、早めに近くの避難所や安全な場所に避難してください。夜間に大雨が予想される際には暗くなる前に避難する。お年寄りのいらっしゃるご家庭などは移動時間を考えて早めに行動しましょう。わかりました。いつ私たちに襲いかかるかわからない土砂災害に日頃から備えましょう。続いて県からのお知らせです。消防試験研究センターでは平成28年度第1回消防設備士試験を7月10日に実施します。試験会場は琉球大学です。詳しくはご覧のところまで。県では6月1日から7日までを HIV 検査普及週間とし、各保健所で行っている HIV 検査日を拡充して実施します。検査を希望する方は予約が必要ですので、各保健所にお問い合わせください。県では平成29年度に採用する保健師の選考採用試験を実施します。試験実施日は7月24日です。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者にプレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。うまんちゅ広場はインターネットでもご覧いただけます。こちらへぜひアクセスしてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。一平二平デービル。好きな島言葉なんですか？